「ドラゴンの羽ばたき妖精のこだ」「ひがつけばまほうは手の中にある」だい22章ょう。 リトと七頭の犬はママとオリーの待つ家へ向かって走り続けました。家に着くとママとオリーが家から飛び出してリトを抱きしめました。リトはオリーの腕の中から顔を出して言いました。ママ、オリみんな来てくれたよ。リトから紹介を受けると犬たちは少し、 はにかみながら言いました。僕たちにパンを運ばせてください。ママはみんなに深々とお辞儀をしました。私たちや町のみんなのためにパン運びをしてくださると聞いてありがたい気持ちでいっぱいです。リトにもよくしてくださって本当にありがとう。犬たちはママのお辞儀に戸惑いました。 僕たちのことを飼い犬としてではなく、まるで人間の友達のように大切に迎えてくださるのですね。ママは、にっこりと笑って、リトをなでました。もちろんですとも、犬だって人間だって同じです。みんなお互いさまで助け合って生きているのですもの。リトは大事な家族だし、あなた方も。 大切な仲間です。リトを抱いているあなたを見たときに、お嬢さんも僕たちを待っていると思いました。仕事をちゃんとやり終えることができたら、お嬢さんのところにすぐに戻ります。大きな茶色の犬は、決意を新たにするのでした。疲れていない大丈夫ママが尋ねると、 みんなが口々に大丈夫というので、とにかく食事をとってもらうことにしました。犬たちはママの美味しいパンを食べました。ママのパンを一口食べただけで、犬たちは体に力がみなぎるのを感じました。そして、このパンを街のみんなにも食べてもらいたいと強く思い、絶対に届けると、 心に誓うのでした。みんなが食事をしている間に、ママとオリーはパンを八つの荷物に分けました。最後の荷物はいつものように、リトが持てるくらいに小さくしました。オリーはリトのことが心配でした。リトは町と家を往復して疲れているでしょう 休んだ方がいいんじゃないかしら。けれど、リトは首を振りました。僕、これまで出会ったみんながどうしているかすごく気になるし、ママのパンを一口でも食べてほしいんだ。だから僕行くよ。リトは流行り病のことを知ってからずっと黒猫たちや牧場主や、 母牛のことそしてリトを捕まえようとしたおばあさんや猫鳥のことが気がかりでしたママのパンには魔法があるからみんなもきっと元気になるリトは今まで出会ったみんなにもママのパンを食べてもらいたいのでした